先週の土曜日は子供たちと遊んでた、うん、基本的にはやっぱり休みの日はするよ。何してんの？読書か。本見るのが前好きって聞いたのよ。職場で何気ない会話が弾むのは、公共インフラの補修、建築資材の販売を行う株式会社新鋭。みんながチームになって、まあ、一つの仕事を収める。どうせやるんだったら楽しく仕事ができる会社作りが大事なので、コミュニケーションが多分一番大事ですよね。会社の空気がすごくいいので、新しいことにチャレンジしたりとか。主に施工管理などを行っております。工期があるので、その工期内に終わらせるようにスケジュール管理を徹底しております。コミュニケーションはとても重要だと思います。話しやすい環境を作った上で指示が出せるように心がけてます。苦労した分が多いほど、出来上がったところを見たらよく頑張ったなと思うことが多いです。